本当に、え、これ切りましょうね、ここね。切りましょうね。はい、イエローキャブスの平瀬ひかりです。なんか今日は急に、なんか問題出すから解けって言われました。今日ですね、平瀬ひかりが事務所に来たので、もうじゃあ解いてみてくださいと。もう勝ったら、僕はちなみに何問正解だったの ?13 です。20問やって、13問はい。13問正解しました。これに勝てるのかなっていう話をしたら、勝てますよって言ってたんで、うん、同じ問題を解いてもらって何問正解できるのかっていうところでやっていきたいと思います。はい、OK, OK. じゃあ、回答オープンしてください。せーの。はい。ブン。何ですか茶色。茶色。おー、なかなか、え、茶色です。答えは黒色です。正解は黒です。ちなみに僕はこれちゃんと正解しましたよ。二人は緑、正解。緑もおかしいし。そういや、茶色も、茶色もおかしいけどね。え、黒になるんだ。やばっ、まあ、入ってください。俺何個取れたの？ちょっと待って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 、もう何もんでしょう、もういいんだよ、いいんですよ、うん、はい、どうぞ。ああ、はい、どうぞどうぞ。せーの、はい、何ですか？酸素。これは初の答えだね。そうです。そう、答えは違います。そうだよね、2人は窒素です。じゃあ思ったんですよ、酸素は一応2番目に多いです。窒素と思ったんですよ、はい。うん。思ったんだけど。でも、まず漢字が書けなかった。ひらがなじゃん。ひらがなじゃん。で、なんか恥ずかしいなと思って、窒素ってひらがなで書くのが恥ずかしかったです。酸素も恥ずかしい。酸素はまだいい。酸素の方がまだ簡単じゃない？窒素ってひらがな恥ずかしくない？基本ひらがなだった。せーの、ドン。はい、正解です。よかった。きび団子ですね。やっと、はい、きび団子。やっと正解しました。ありがとう。これは正解ですね。え、本当にわかんないです。まあ、都道府県書いてください。え、じゃあまあ、だと思う都道府県を書くしかない。え、もう一回書いてください。まあ、いっか。はい。よし、はい。じゃあ、せーの、ドン。何ですか？神戸県。都道府県、神戸府。神戸が府なのか県なのかわかんないけど、とりあえずもう神戸だと。神戸だと、はい、違います。兵庫県です。あ、みんな正解しました。これ兵庫県もちろん。すごい、3人とも、うん、はい、ちゃんと漢字でね。ひらがなは藤上さんだけだった。やばいな、これ難しいな、これ結構。今1問だけ。4問中正解1問ね。うん、言っておきますけど、めっちゃ真剣にやってますからね、私。知ってる。てや、そういうの。これ、もうサービス問題レベルだけどね。大人だったら答えてほしいみたいな。大人で。まあ、そうです。立派な。めっちゃいいよ。学生で答えてほしい、ね。立派な大人よ。はい、どうぞ。何ですか？安倍さん。安倍総理。初代、日本の初代総理大臣は、安倍さん、安倍総理。どうなの？違います。ああ、違うの？じゃあ安倍さんしか出てこなかった。伊藤博文です。聞いたことある。ちなみに、淵上さんは、淵上光です。おー、まあ。じゃあ今の総理大臣誰か知ってる？やめて。全然わかんない。ちょっとやめて。今の総理大臣誰？やばくない？これ、本当に、え、これ、切りましょうね、ここね。切りましょうね。別に知らないです。知らない。じゃあもう答えるとかじゃない。知らないんだ。そう、でも、あれ菅さんはやめたの、ね、そう、それが1個前の人ね。そうですよね。で、菅さんで、またなんかあれ、失礼し、そう、変わったのけど、もう分かんないと。なんか分かんない。分かんないね。そうだね。変わりすぎる、はい、行きましょう。え、答えは1つじゃないですよ、ね。そうです。オッケーオッケー。どうぞ。はい。ちょっと待って。なんで1位と2位じゃないの？理解が不能すぎるんだけど。ちょっと待って。え？問題聞いてた？問題何だった？え？じゃあ待って。A 君がリレーで3位を抜いたんだよ。で、A 君は何位？
位か2位。1位か2位じゃあさ、オリンピックでさ、今やってるじゃん。で、普通に、はい、じゃあ日本の選手、ゴールしました。何位ですか ?1 位か2位ですねって答えある。しかも、あってもないし、これが。3位だし。はい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 、確かに。引っ掛けだね。引っ掛けじゃねえよ。まあ、確かに。これはね、私大好きですから、ピカチュウが。オープン。はい、ピカチュウです。すごい。完全ピカチュウ。これはすごい。よかった。大正解。よし。え、現時点で2ポイントです。何問中?7問中。7問中2ポイントか。あ、でもまだ巻き返せる。いきますよ。はい。せーの。じゃん。何ですか?スティーブ・ジョブズ。正解です。わー、よかった!拍手したくなるわ、これ。なんで、伊藤博文知らない、全く知らないけど、スティーブ・ジョブズは知ってたんだ。え、わかりますよね。あ、そう。え、知らなかったですか?いや、もちろん知ってたよ。もちろん知ってたけど。え、これ以外なんて答えたんですか?逆に。ジェームス。あ、誰だ、誰だ。やば。これ一番私苦手だわ、こういうの。もう不安しかないわ。ちょっと待ってね。もう一個、出てこないな。これでいく。よし。はい。じゃあ、回答お願いします。はい、オープン。オープン。はい。行ってみてください。何県と何県と何県と何県ですか?島根。うん。鹿児島、島根、うん、鳥取。うん、あれ?ちょっと待って待って。ちなみに、一個も合ってないから。一個も入ってない。え、ちょっと待って。なんででもさ、鳥取県と島根県知ってて、四国の4県が入ってこないのかなって。え、わ、おか、あれだ、和歌山とかだ。違う。違う。高知、香川、徳島、愛媛。え、そうだよね。はい。じゃあ、回答お願いします。何ですか?富士山。おちなみに高さとか覚えてます、うん、え高さ3000とかおえ違う3000 333とかじゃなかったっけそれ東京だわ333合ってるかな何ですか静岡県静岡県、はい、あーでもうんえうん合ってる違います違うんだけどまだ惜しい。とても惜しい。惜しい。うん。え、今何問正解しました?4問です。11問中。結構。でもここから正解することはほぼないでしょう。うん、そんな難しかったっけ多分、うん、分かった。きっと。しようか。せーの。はい。何ですか?キジ。正解。あ、すごい。なんで知ってるの?なんで分かんの?なんでそこで気づいてたの確かに。いや、俺は鶴だと思ったから、日本鶴って書いたの。あ、鶴とか書いてあるしね、なんかでしょ?お札もさ、一万円札も鶴じゃん。確かに確かに。記事はね。タレントさんたちは一応最初に、桃太郎の問題出したから、記事かな、みたいな。伏線回収しに来たんだ。おぉ、そんなことじゃないです、私。普通に記事だ。記事ってなんか、そういう、ちょっと、紙っぽいじゃないですか。あちなみにさ、世界で一番高い山知ってる?世界で?うん。エベレストとか。おぉ。え、合ってました?それは正解なの。じゃあ2番目は何ですかっていう問題です。いきます。せーの。何ですか?アルプス。あー。答えは、K2 で K2 です。は?聞いたこともないでしょ、そもそもね。うん、そう。したよ。大丈夫だよ。答えられると思ってなかった。ちなみに一番大きい都道府県はどこだかわかりますか?え、北海道。おー、じゃあ2番目。正解者はちなみに1人です。あ、そんな間違ったって。真っ白ちゃんでしょ?多分。そうですね。そうですよね、多分ね。ほうほう多分なんかあったら気がしますよ。じゃあ、回答お願いします。どうぞ。どうぞ。せーの。はい。何ですか?岩手県です。ちなみになんでそう思ったんですか?なんかね、形なんか、この辺なんか思い浮かべて、そう、ここら辺こんなんじゃなかったかなって、そう、じゃあ、これ大きかった気がするんですよ、ね。岩手大きかった。はい、はい。正解です。あ、すごいもう絶対正解すると思わないし、漢字で書くとも思ってなかったから、それすごいなと思った。漢字で書いたわけが正解してるから、いや、これはもうファインプレーですよ。ファインプレー。みんな、いや、よかった。
これで何問正解？6問です。お、6問正解。すごい。あと2個ね。なんだろうな。だから恥ずかしいな、もう。いや、もう十分大丈夫なんで、どうぞ。本当に？はい、どうぞ。はい、お願いします。正解です。これが、もう、俺と一緒。俺と一緒。いや、そうですよね。俺と一緒、そう。やっぱそう。ちなみにもう一個なんか出てきたりした？メイさんは、ちなみに出てきて。そうだ、二択で、こっちを選んじゃった。あー、で、それ合ってたんですか？片方。合ってました。合った。で、スーパー、結局なんか、スーパーポリス。何ですか？セキュリティ。まあ、普通に考えてそうだよね。どうぞ、解答お願いします。どうぞ。はい。何ですか？スカイシー。何でスカイシー？あー。ソラル。おー。僕は、ヘブンリバーさ。そのままじゃん。答えはミルキーウェイです。あ、聞いたことある、なんか、うん。そうだよね。俺もその反応だった。はい。どうぞ。の。はい、酸素。これこそ。違う。違います。正解は？水素です。残念でした。なんで分かった？あ、じゃあヒントあげようか、うん、大きい出版社絶対聞いたことある。調べていいですか？ダメだよ、そんな。待って待って、本質無視じゃん。本当にじゃあ回答お願いします。どうぞ。せーの。いや違う、本当そういうレベルに分かんないですよ、本当に。答え、正解は講談社です。ダメだ、バットも来てないもん。書きました。どうぞ、回答お願いします。せーの。何ですか？石。ちょっと石わかるわかる。答えは炭素です。なんか聞いたことあるかもしれない、うん、まあだろうね。それだろうね。どうぞ。はい、せーの。はい、上から読み上げてください。熱、タンパク質、脂質。惜しい。いや、惜しい。惜しい。惜しい。なんで熱が。そう、なんで熱って書いたの？タンパク質と脂質は合ってんの？合ってる。なんで熱？エネルギーでしょ？そう、エネルギーイコール？熱。いや、そうやけど。ちょ、やり直していいっすか？今、だから今、口頭で正解できれば、これはもうサービスで正解にしてあげる。熱は？エネルギー。5、4、3、2。は？ちょっと何これ？けど一番エネルギーの源って言ったら、それが出てくる。炭水化物。正解。やばい。でもこれは正解としていいのか。いや、でもすごくないですか、私。ね、やっぱ14も。でもすごい、私。最下位です。おめでとう。1位です。ありがとう。20問中、正解数は6ということで、最下位です。はい。いや、次なんかで勝ちたいですね、私みんなに。はい、こんな感じで、ちょっとみんな分かりましたっていうか。半分切れてっからピカチュウは一番うまかったです。あ、まあね、それは間違いない。はい。はい、ということで。はい、ありがとうございました。バカでした、私は。こんな感じで。ありがとう。